皆さんこんにちは、るりこです。さあ今日は久しぶりのはやぶささん。実は四国の一件があってからですね、修理だったりメンテナンスで預けてたので、今日はこのはやぶささん引き取りにやってきました。そしてプチカスタムもしたいと思います。さあというわけでですね、私は今元トピックスさんにているんですけど、はやぶさをこう四国から引き上げてもらった後、修理だったりいろいろメンテナンスお願いしてました。というわけで、じゃあ代表お願いします。はい、お疲れ様です。元トピックスの沢木です。出れた出れたよ、僕やっとだね。もともと3年前ぐらいから、いや、もう YouTube やる前から知り合いだったのに、出してくれなかったわけですか。そう、すぐずっとこうやってやってたんで、ずっと拒絶されてて今回ね、沢木さんにすごいいろいろお世話になって、はい、私のはやぶさもいろいろメンテナンスとか修理もお願いしてたんで、皆さん修理大丈夫だったのって声が多かったので、改めてどこをどうしたのか紹介します。お願いします。わかりました。まず、はい、もう左に倒れちゃったわけですよ。そうなんです。で、今回ルリコちゃんの車体ですと、はい、そのラッピングされてるじゃないですか、はい、でプラスエンジンカバーのここが傷ついちゃったのと、うんうん、あと押されちゃって、はい、そのオイル漏れちゃったんですよ、はい、でそこがまず修理だったよっていうところに、はい、ちょっとここ全部丸々新品にしました、はい、でもう一個はラッピングもこれ同じフィルム注文させてもらって、傷を落として注文してます、はい、あとは一応全体的に四国まで走ってたんで、うん、汚れがちょっと多かったんで、はい、洗車とあとグリスアップさせてもらって、うん、はい、で一応そこでオイル交換もしたんで、オイル漏れてないので、はい、もう多分これで OK かなと思います、うんうんうん。結構思ったよりはバイクは軽症だったんだよね。そう、ルリコちゃんの頭が一番良かった。そうそう、よかった。ホチキス抜いたんですか。ホチキス抜きました。ということでバイクはね、ほんとこれだけ、はい、今ラッピングと整備やるってなるとなかなか難しいんですけど、うん、うちは一箇所で全部できるので、そう、すごい助かりました、はい、メインは買取屋さんですよ。はい、まあまた、はい、お願いします。はい、で今回ね、改めてちょっと傷ついちゃったとこは、まあここまあしょうがないよね。ミラーとかは多分沢木さんが塗ってくれてたりとか、まあ、こういうところですね。あとね、やっぱどうしてもカールは傷ついちゃったんですけど、もう今回はね割れてないので、まあね、これは勲章ということで残しとこうと思います。あとここのメッキ部分もちょっとね、ここが歪んじゃったりはしているので、まあ気になるっちゃ気になるのでね、まあ、他の部分すごい綺麗にしてもらったので、やっぱここが気になり始めたので、そのうち交換しようかなと思います、はい、あとはここのジェネレーターカバーっていうところが、まあ、傷ついちゃって若干オイル漏れをしていたので、まあ、ここは新品に交換してもらってます、まあ、あとはね、幸いマフラーは若干ね傷ついてはいるんですけども、そこまでね気にならない。ちょっとね内側に寄っちゃってたので、グイッていう、お、直してもらってる。 ありがとうございます。ただ向き若干変わっちゃってるんで、まあしょうがないね。まああとここね、カーボンとかも傷ついてはいるんですけど、しょうがない、自分がいけない。これだけじゃないでしょ。そう、ね、実はずっとやりたかったカスタムがあって、はい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 、物はずっとあったんだけど、ちょっと自分ではなかなかできないから、あ、沢木さんに相談しようと思ってね、はい、何やるんですか。シート、うん、シートを張り替えっていうのかな。あ、はいはい、ルイモトさんとかのやつ。あ、そう、うわ、やったことねえよ俺。そう、サクションならできんじゃないかなと思って、はい、じゃあシート外してやりますか。はい、お願いします。はい、はい、確かに3分クッキングっぽい。かっこよくないこれ。いいっすね、白でね、車体に超似合いそう。そうなの。剥がす必要性はなくって感じ。あ、ほんと。あ、じゃあこのままいける、うん、一応今回はじゃあ上からかぶせていきますか、うんうん、なんか一応ルイモトさんってカナダの結構有名なやつなんですよ。これ自体は大きめに作ってるんで純正シートにかぶせれるんですけど、もしかぶせたくない人はこの裏面のホチキス外してもらって、で俺の皮膜を落とした後にビニール袋かぶせて、でその上からこれやるんですよ。今回はド素人の僕たちなんで、はい、このまま直かぶせていきましょう、はい、あ、すごい。でもほんとシワになんないな。ここ引っ張って、なんでそんなに入るの。ラッピングやってるやつ。いいね、いい感じで、うん、めっちゃいい。かっこいいな。かっこいい ね。え、これ難しいよ、入らない。ちっちゃいなこれ。あ、ほんと、
結構むずいっしょ。こっちの方がむずかった。ほら買いましたよこれ。一発目からこれ行くのはちょっと怖いんで、うん、僕のベイトナのタンデムシート一回パチンってやってみようかな。おうおうおう、あー、来た。おー、入ったね、入ったね。あー、しっかり入っております。見てよ、だって俺の指。曲がってる、曲がってる。めっちゃいいって。でも良くないっすか。うん、すごい綺麗。いいね、かっこいいね。うん、こういうところも多分全部シワ引っ張っていって、まっすぐにしていけば、うん、もう絶対私それ無理だったわ。え、これ絶対ルイコちゃんじゃ無理だよ。無理だよね。、うん、家庭用のホチキスでできないもんね。あ、絶対できない。見てるのもつまんないから、次そっちやるときルリコちゃんできるんで。そうだね。どうでもいいところをちょっとお願いします。僕も多分ね、シワが超簡単で寄るんで、うん、これもちょい下ぐらい狙ってって、これ指パーンってやるのも即死なんで、万が一があるとマジでまた流出事件になってしまうから。最近アラナコチキスだから私。はい、できました。で、これのこっちとこっち、ルリコちゃんにね、やってもらいたいと思う。ここ、この今下にいるじゃん。ここいつにぶつかんなければいいので、このままペタって置いて、パン。怖いな、そっちじゃない。やって、めっちゃ怖かった。待てよ。あれだ、自分で撃つの。一回練習しよう。これ今ロック、ここね。ここロックがあって、で、これをスライドすると押せる状態。で、これを合わせて、で、トリガーを引くと、バーンってなるんですよ。本当にやめてよね。これ以上ホチキスのあだ名を。あ、あ、上手じゃない？いい感じじゃないですか。できた、できた。あ、楽しいね。で、これで今度、あ、じゃあ、怖い、怖い。いいよ、こっち向けられるね。ロックしました。はい。これで、このままここのライン、ここと、ここ。で、真ん中埋めて、左右で左右みたいな。あ、いけるじゃん。あと全部貼っといて。それは無理だ。オッケー。はい、お疲れ様でした。想像以上に大変な作業。手が痛いね。ありがとうございます。本当にめっちゃ手が痛い。でもほらね、めっちゃ綺麗。結構かっこいいですね、やっぱ。いいね。これはもう早く早速つけたいですね。つけたい。よし、じゃあつけますか。よし、行こう、つけよう。はい、完成しました。できましたよ。かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。いいね。すげえ似合うっすね。いい色がちょうどいいね。うん、そう、差し色はね、青だから、うん、これも差し色青じゃないですか、ね、めっちゃくちゃ似合うっすね。わー、かっこよい。これはいい、これはいい。いや、本当ありがとうございました。しかもなんかちょっとふかふかになるんですよね。これ次のツーリングも良くなる。うん、もっちりしてるね。うん、と座り心地は。あ、結構変わるね。でしょ、ふかふかでしょ。うんうんうん。そのアミアミになってる場所になんかクッションみたいな若干入ってて、うん、なんかちょうどいい腰もあるね。まあ長距離ツーリングすごい楽そう。それ、うん、いい。いや、できましたね。ありがとうございました、本当に。ということで、買い取りだからね。そう、あのね、そうそうそう、今回いろいろやってもらっちゃったんですけど、はい、ね、買い取り屋さんなんで。概要欄見てくださいね。はい、あの、モトトピックさんです。はい、ということで、一旦配布は終わりです。はい、そうですね。じゃあまた、モトトピックさんにはいろいろこの後お世話になろうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はですね、はやぶさが無事に修理して帰ってきましたよというのと、あとはプチカスタムをしていただきましたという動画でした。またこれで旅に出たいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?